くりした。海ヶ峠お茶接待所、1823年に設置された。昭和の初年頃まで毎年6月7月に通行人にお茶を接待した。ここにお茶屋さんが、確かにあの屋根瓦が散乱してますね。まあ、この辺にあったのかもしれないです。この辺結構あの牛糞の匂いがしますね。おそらくここにも家があったのかな。家畜小屋ですね。いやもう廃墟になってます。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。